千日解放行の祖、相王を肖像千日解放行とは、滋賀県と京都府にまたがる比叡山山内で行われる、天台宗の解放行の一つ。万行者は、北礼大仙脱大行万大アジャリと呼ばれる。千日と言われているが、実際に歩くのは、975日である。悟りを得るためではなく、悟りに近づくためにやらせてもらっていることを理解するための行である。 強者の服装7年間にわたって行う。1から3年目は年に連続100日、4から5年目は年に連続200日行う。無動時で凡行の後、深夜2時に出発。神言を唱えながら、東東、斎藤、横川、日吉大社と260カ所で礼拝しながら、約30キロメートルを平均6時間で巡拝する。 途中で行を続けられなくなった時は自害する。そのための、しでひもと、こ馬の剣、三津の川の渡り人である六分線、埋葬料十万円を常時傾向する。未開のレンゲの葉をかたどった傘をかぶり、白装束、わらじ脇で行う。武道寺明王道五年七百日を満行すると、最も過酷とされる、道入りが行われる。入道前には、強者は行き葬式を行い、 無道寺明王堂で、足掛け9日間にわたる、断食、断水、断、眠り、断伏せの4無行に入る。道入り中は、明王堂には、五色のまんが張られ、行者は、不動明王の真言を唱え続ける。毎晩、深夜2時には道を出て、近くの赤いで、ね、赤水を汲み、道内の不動明王に、これを備えなければならない。水を汲みに出る以外は、 道中で十万回神言を唱え続ける。道入りを満了すると、行者は生身の不動明王とも言われるアジャリとなり、信者たちの合唱で迎えられる。これを機に、行者は自分のための自利業から、主上九歳の利他校に入る。六年目にはこれまでの校庭に、京都の石山全員への往復が加わり、1日約6 0トルの校庭を100日続ける。 7年目には200日行い、はじめの100日は、全84キロ8 4トルに及ぶ、京都周りで、後半100日は、比叡山中3 0トルの校程に戻る。万行者で、無道寺谷明王道の林番職にある者は、その後2から3年以内に100日間のご国立ちの後、自ら発願して7日間の断食、断水で10万枚大ごまともを行う。万行者は、 京都御所に土足三代し、家事儀等を行う。京都御所内は土足厳禁であるが、万行者のみ許される。解放業を創始した総王,王将がわらじばきで三大したところ、門徳天皇の女王の病気が介入したからであるとも、聖は天皇の記載の病気併与儀等で草履ばきのまま三大したからだとも言われている。解放業初百日を終えた後に立候補し、 先月会議で認められた者が行に入る。平安時代に騒音が始めたとされる。この行を2回終えた者が3人おり、その中には、堺雄也が含まれる。3回終えた者が1人おり、4回終えた者はいない。グレゴリウス歴1900年以降の達成者を記す。なお、一目は、グレゴリウス歴1585年以降の人数。年月うぴは、 万行費二千日開放業者三千日開放業者、ありがとうございます。